アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型フリード専用の車種別カット済みシートを紹介します。今回紹介します新型フリード専用のカット済みシートは内装をカスタムできる商品となります。通常ですとこのラッピングシートというのは部品を取り外したり、その取り外した部品に切ったり巻いたりなどの作業になるんですが、こういった基本的には部品を取り外さなくてもそのままの状態で貼りやすくしたものがカット済みシートになります。 では実際に今手に持っているこちらのシート、どこの部分かと言いますと、はい、この部分になります。これがドアパネル傷防止シートです。こういったようにカット済みシートは、選んだシートのバリエーションによって内装のカスタムを楽しめるんですが、傷防止を兼ねた商品もラインナップしています。はい、今、こちらですね、新車で納車しておりますので、このように養生が貼られています。これは納車前にですね、汚れがつかないように養生されているんですが、 綺麗にこの部分に養生されています。ここは乗り降りの際に足が当たりやすいところということになります。ですから普段お車を使っていてもですね、知らず知らずのうちに当たってしまって汚れてしまったり傷がついてしまったりする部分でもありますので、このカット済みシートを使って傷の保護をしながらさらにカーボン調のカスタムができるという商品になります。こういったものから こちらパワーウィンドウスイッチ周りになりますが、パワーウィンドウスイッチパネルの部分、このドアの全体的に在着素材の無塗装の樹脂になっているこのフリートですが、少し寂しいですよね。ですからこういったカット済みシートも発売しています。これがパワーウィンドウスイッチパネルシートになります。運転席側用になりますが、もうこの形状でお分かりかと思います。さらに白く見えている部分は、これはカットしている部分です。はくり紙の部分になっているんですが、 スイッチが全部逃げるようにカットしていますので、パワーウィンドウスイッチパネルがこの状態取り付けられた状態で、このまま貼り込みができる。こういった商品になります。これは左右で1台分のセットとしていますので、助手席側もありますが、これ以外にも、今度はこの中ですね。例えば、パワーウィンドウスイッチを作動させる際に指を入れますので、傷がつきやすい。こういったところも傷防止を兼ねた、パワーウィンドウスイッチ傷防止シート。これは中に貼ります。 こちらが助手席側用になりますので、これで左右で1台分。そしてまたさらにこちら、これがスイッチの上に張り込みができるようになっていますので、一番上のこのシートはドアミラーのこの部分ですね。それからロックアンロックのスイッチ。これが2番目にあります、この部分。このように順番に並んでいるんですが、さらにこちらのレバースイッチの上にも張り込みできるようになっています。これは運転席側用です。このように、 スイッチのシート。それから傷防止を兼ねたこちらのシート。そしてパワーウィンドウスイッチのパネルに貼り込みできるシート。このように商品を個別に分けております。このことによってシートバリエーションを変えて内装のカスタムができるようになります。グロスブラックカーボンシートで、さらにスイッチの部分はレッドシートやブルーシートなどを使って差し色のカスタムをするなど、こういったカスタムができるようになっています。 今回は選べるシートバリエーションの中からこちらのグロスブラックカーボンシートで紹介しますのでこのようにツヤツヤのカーボン調のシートですこのシートを使ってこのフリードの内装の商品たくさん発売しましたので全て貼り込みして紹介しますのでぜひ最後までご覧くださいはいということで全ての商品をグロスブラックカーボンシートで貼り込みしました もうこの時点でインパネの部分はですね、あの茶色いインパネトレイがありましたが、ブラックアウトされた状態で雰囲気が変わっているのがお分かりかと思います。ではまずは全体を紹介します。 さあ、全体をご覧になっていただきましたがいかがでしょうか今回はですねザッキーはこのインパネ周りの商品が特におすすめ気に入っておりますかなり印象が違うのがお分かりかと思いますツヤのあるカーボン調のシートグロスブラックカーボンシートで張り込みしていますのでスポーティーな内装になっていますねさあ商品を1つずつ紹介しますがまずはですね今回のこちらのカット済みシートはこういったように イメージを変えるカスタムができる商品の他に、傷防止ができる嬉しい商品もあります。カーボン調にしながら傷防止ができるアイテムは、まずはこちら、ドアステップ傷防止シート、それからフロントステップパネル傷防止シートになります。ドアステップ傷防止シートはこちら側です。乗り降りの際にともに足がする部分になりますが、こういったようにパネルを保護できるようにしています。 特にこの角のところはとても傷がつきやすいですよね。それからパネルも傷がつくと汚れも溜まりやすくなって見栄えも残念になりますがこのようにグロスブラックカーボン調でかっこよくなります、はい。同じように今度はスライドドアを開けた部分ですね。リアステップパネル傷防止シート。これもラインナップします。後ろ側はパネルが大きいのでとても存在感があります。それから 便利なスライドドアを開けますと、どうしてもお子さんなどはこのパネルを踏んづけて手入り、乗り降りしたりしますよね。とても痛みやすい部分になりますので、しっかり保護することができます。今回、グロスブラックカーボンシートですが、このリアステップパネル傷防止シートやフロントステップパネル傷防止シート、それからこれから紹介するキックパネル傷防止シートなどは、丈夫なブラックカーボンシートがザッキーはおすすめとなっています。 さあ、そのキックパネル傷防止シート、こちらです。ここも知らない間に汚れがつきやすい部分ですよね。運転席はこのようにフューエルリットオープナーとボンネットオープナーが備わっていますので、この上にも貼り込みできるように商品化しています。こちらが助手席側のキックパネル傷防止シートになります。こちらはですね、発煙筒が備わっていますので、発煙筒のベース部分がきちんと逃げるように 切り抜いたりなどせずに張り込みできるようになっています。もちろんこちらフロントステップパネル傷防止シートとドアステップ傷防止シート。そして助手席側の後部座席のリアステップパネル傷防止シート。こちらもですね、それぞれの商品がそれぞれ左右で1台分のセットとなっています。もう一つはこちらです。ドアパネル傷防止シート。この部分も 乗り降りの際に狭い駐車場ですとこのように全開にできませんので足が当たりやすい部分ですね。スピーカーのグリルの部分からドアトリムの下側はこのように保護できるようになっています。こちらもフロント左右のドア1台分でセットになっています。もう一つはこちらシートベルトバックル傷防止シートです。こういった状態ですとバックルは上側にありますが、このバックルをですね、 外した際に、不意に手からシュルッと離れてしまう場合があります。そのままシュルシュルと勢いよくこのパネルにぶつかったりなどすると傷がつきやすくなります。そういったダメージからこのパネル部分を保護できるのがこちらの商品となります。ご覧のように凹凸になっている部分ですが、こういったところにも貼りやすいように分割で作っていますので、手軽に貼り込みすることができます。はい、それからこちら。 かなり大きな部分ですので大迫力のインストルメントパネル傷防止シートになりますこちらは運転席側の側面部分になりますがグロスブラックカーボンシートがとてもかっこいいですねはいパネル全体をご覧のようにしっかりと保護していますのでこの部分もウォークスルーになっていますしフットレストがあると左足当たりやすいですよねそういったダメージから保護できるようになっています パネルの形状はもちろんクリップの部分もこのようにカットしていますので、このままの状態で貼り込みできます。正面部分もこのように貼り込みできるようになっています。見た目がこういった貼ったシートの部分が出ますので、かっこよくなりますね、はい。このように助手席側もセットになっています。はい、そしてこちらがリアパネルライニング傷防止シートになります。はい、ラゲッジルームになりますね。荷物の出し入れによって、 傷がついてしまうこのパネルの部分を保護できるようにしたシートになります。フロアの面がパネルの面と同じような位置にありますので、どうしても擦ってしまいやすい部分になりますね。ですので、このようにパネルを全体的に保護できるようにカット済みにしたシートになります。グロスブラックカーボンがとてもかっこよく見えますね。こういったリブの部分もきちんと追従させて貼り込みするとこういった状態になります。 さあでは続いてはステアリングやインパネ周り、こういったところのカスタムができる商品をすべて紹介していきます。まずはドアからになります。上から行きますとインナードアハンドルになりますが、2つの商品になっています。まず1つはドアハンドルに貼り込みできるインナードアハンドルシートです。こちらは表面に貼り込みするので、こういったように上から見るとシルバーの部分が見えますが、それでもこういったようにグロスブラックカーボンシートがかっこよく出ています。表面に貼りますので、 とても手軽に張り込みができますそれからそちらと統一するようにこの中ですねインナードアハンドルカバーシートこれはドアハンドルを操作する時にですね指をかけますので爪が当たりやすい部分にもなります結構この樹脂の部分爪が当たると残りますよねそういったダメージから保護も兼ねていますこちらはフロントドア左右で1台分のそれぞれのセットです 続いてはパワーウィンドウスイッチ周りになりますが、こちらも複数の商品で構成されています。まずはパワーウィンドウスイッチのこのパネル、パワーウィンドウスイッチパネルシートです。これはパネルの部分に貼り込みができるように、運転席側と助手席側がセットになっています。同じように今度はパワーウィンドウスイッチシート、これは4つのレバースイッチ、それから各種スイッチの上に貼り込みができるシートになっています。 こういった表示部分きちんと抜いていますので、このままの状態で手軽に貼り込みができます。こちらも運転席側、助手席側で左右で1台分のセットです。そしてもう一つが、パワーウィンドウスイッチ傷防止シートです。ここも操作するときに指が入りますので、爪が当たりやすい部分になります。こちらも左右で1台分のセットとなっています。このように、パワーウィンドウスイッチのこの部分だけで3つの商品構成となっています。 はい、続いてその横に行きますと、こちらはインナードアグリップシートになります。この部分も手をかけると、この部分に爪が当たりやすくなりますので、傷防止も兼ねています。そして全体的に張り込みしたシートの表情が出るように、こういったように貼り込みできるようになっています。すべて分割で貼りやすくしています。特にこの底面の目くら蓋の部分ですね、きちんとカットしていますので、塞ぐことはありません。必要な場合にきちんと機能します。 こちらも左右で1台分のセットです。はい、続いてこちら。さりげないカスタムとなります。ドアパネルロゴシートです。フリードとロゴが入っている部分になりますが、このロゴの部分をですね、きちんとカットしていますので、このままの状態でこのように貼り込みができます。このあたりはカット済みならではですね。この部分は、さらにドアの後端の方、後ろ側ですね。 このように続きでデザインされていますので、この部分にも貼り込みできるようにセットにしています。左右で1台分のセットです。グロスブラックカーボンシートで貼り込みしていますが、この辺りは差し色カスタムも楽しいですね。レッドシートやブルーシート、さらにグロスレッドカーボンシートやグロスブルーカーボンシートなどもおしゃれでかっこよくなると思います。はい、続いてステアリングです。ステアリングも複数の商品で構成されています。 中央にはホームボタン。こちらにはエンブレムが備わっていますが、ステアリングエンブレムインナーシートになります。エンブレムのインナー部分に貼り込みができるシートです。はい、続いてはステアリングスイッチシート。ステアリングスイッチは左右についていますが、スイッチの上に貼り込みができるシートで一つの商品となっています。こういったように表示部分、それからスイッチ部分はきちんとカットしていますので、こういったところもご自身でこの表示部分をカットするというのはなかなかし難ですね。 もうすでにカットされた状態で、綺麗にマシンカットしていますので、このように美しく貼り込みすることができます。はい、その周りにありますのが、ステアリングガーニッシュシートです。ステアリングスイッチの周りと、こちらのホームボタンの周り、この上側と、さらに下側もです。これで一つの商品、ステアリングスイッチガーニッシュシートです。このように複数の商品を貼り込みした状態がこちらになります。 はい、そのステアリングから奥を覗きますとメーターがありますがこちらはメーターパネルシートを貼り込みしていますメーターパネルシートはこの内側に貼り込みできるようになっています側面部分からさらにこの上側にも分割でシートを作っていますので貼り込みしやすくなっています常に目につく部分でもありますのでこの部分はかっこいいですね メータータ部分にはフード部分にこのようにプッシュスタートボタンもありますが2つの商品になっていますまずはプッシュスタートボタンの上に貼り込みするプッシュスタートボタンシートそしてその周りにピアノブラックのリング状のものがありますがこれがプッシュスタートボタンベゼルシートになりますどちらもグロスブラックカーボンシートで貼り込みしていますここはそれぞれの商品になっていますので例えばこのリングの部分はレッドシートなんかもおすすめですね逆ににリングの部分には、 何も貼らずオリジナルのままでプッシュスタートボタンにレッドシートを貼るというのもおすすめです。続いてはこちらになりますが、今回フリードではザッキーのお気に入りポイントでもあります。ここは2つの商品になっています。まずエアコンダクトパネルシート。これは左右にあります、このエアコンダクトのパネル部分。この横の部分、側面部分も含みます。ここまでがエアコンダクトパネルシートになります。 ここは樹脂のパネルになっている部分ですね。未塗装の在着素材のままですので、こういったカット済みのシートを貼り込みするとかっこよくなりますよね。そしてこの下です。ここは茶色いパネルになっていた部分ですね。とても雑貨気になっていた部分ですが、はいこのようにグロスブラックカーボンシートを貼り込みしてとてもかっこよくなりました。ここはですね、全体的に貼り込みができるようにかなりたくさんのパーツになっています。 カット済みならではなんですがパネルを外さなくてもこのままの状態で全て貼り込みするとこういった状態になりますのでこれもですね部品を外さなくて貼れるカットト済みシートの利点でもあります。それぞれ別々の商品となりますが助手席側は、はい、まずエアコンダクトパネルシートはこの状態ですね運転席と同じ構成になります。 ただしインパネトレーシートは助手席側は迫力ありますよこういった状態になりますトレイの部分からさらにシフトパネルの上側を通ってここも同じ色のパネルが使われていますよねそしてコラム横も小物入れがありますがこの部分まで張り込みできるようになっていますですから運転席と合わせるとかなりのシートの点数になりますが 分割で貼りやすくしていますので、これはですね、おすすめです。ぜひ、こういったようにかっこよくカスタムしてみてはいかがでしょうか。さあ、そしてディスプレイ下にもエアコンダクトがありますね。センターエアコンダクトパネルシートがこちらになります。左右のエアコンダクトパネルと同様にエアコンダクトの周り、この部分に貼り込みができるようになっています。それからもう一つの商品、こちら、ハザードスイッチシートです。ここは別商品となっています。 ですから、グロスブラックカーボンシートで統一していますが、レッドシートなんかが、スイッチが分かりやすくておすすめですね。はい、続いてこちら、シフトパネル全体になります。シフトパネルシートです。シフトパネルシートですので、スイッチは含みません。このパネル部分に貼り込みできるシートになります。こちらもですね、分割で、こういった立体的な形状ですけども、貼りやすくしています。 はい。そしてもう一つの商品というのがこちら。まずはエアコンパネルシート。エアコンのスイッチの部分ですね。表示部分、それから各種インジケーターの部分もすべてきれいに抜いてあります。こういったところをカット済みならではですよね。ダイヤルの部分にも貼り込みできるようにしています。もちろん表示部分はカットしていますよ。同じようにその下にありますのが、 シートヒータースイッチシートになります。こちらもシートヒーターの3つのインジケーターがきちんと見えるように、それぞれのインジケーターも抜いています。その横に行きますと今度はこちら、シフトインジケーターシートになります。これはこの部分が別パーツになっていますので、この部分を分割にしています。別商品です。シフトインジケーターシートもこのインジケーターの部分、もちろんカットしていますが、 万が一の時にきちんと機能するようにシフトロックを解除するこの部分もきちんと抜いています。この部分はピアノブラックのパネルになっていますね。何も貼らない状態ですとピアノブラックの部分を残す。こういった貼り方もおすすめなんですが、その場合はですね、傷が心配になります。ですから、プロテクションフィルムもラインナップしています。もちろんカット済みです。カット済みプロテクションフィルムもおすすめですよ。それからもう一つこちらが、 パーキングスイッチシートになります。パーキングスイッチが備わっているこの部分すべて一式になっています。シフトパネルシートの中に入っているものですね。こちらもスイッチ部分きちんとカットしています。インジケーターももちろん見えるようになっています。さあ、その横を見ますと今度はグローブボックスになりますが、グローブボックスにもこのようにカット済みで貼り込みしやすい商品をラインナップしています。グローブボックスシートです。 この部分は開け閉めの際、指をかけますので、このように傷防止も兼ねたフラップ状にしています。そして表面全体的にカット済みシートの表情が出るようにカットしています。この部分は助手席に、例えばお子さんなどお乗りになっている場合に足を投げ出したりすると、当たってしまって汚れやすい部分にもなりますので、傷防止も兼ねています。 それから、インストルメントパネル傷防止シート、先ほど紹介しましたが、この USB ジャックの部分ですね、パネルが分離しています。インストルメントパネル傷防止シートを購入していただくと、この部分は含まれますが、この中の USB ジャックシートのみ単品でも販売しております。ワンポイントでカスタムする場合には、そちらをご利用ください。 はい。では続いては選べるシートバリエーションの中から、レッドシートを少し張り込みしましたので紹介します。まずはステアリングエンブレムインナーシートですね。先ほどグロスブラックカーボンシートで紹介しましたが、それを今度はレッドシートに置き換えて貼り込みしています。このようにシートバリエーションが選べるということになります。カラーシートはこれ以外にもブルーシートですとか、グロスレッドカーボンシート、グロスブルーカーボンシートなどがあります。 もちろんピアノブラックシートなども選べますのでお好みに合わせてこのように貼り込みできるようになっていますもう一つはこちらプッシュスタートボタンベゼルシートをレッドシートで貼り込みしています純正ではピアノブラックの部分になっていて先ほどはグロスブラックカーボンシートを貼り込みしました並べるとこんな違いがありますそのリング状になった部分に貼り込みしていますこちらもですねこのレッドシートに置き換えて貼り込みしています こちらはエアコンダクトベンチレーターシート運転席側です。先ほど紹介しませんでしたが、ここにグロスブラックカーボンシートを貼った状態にしていました。こちらと一緒ですね。これをレッドシートにした状態がこちらになります。グロスブラックカーボンシートですと、幅が狭いのでカーボンの目があまり出ないんですが、こういったようにカラーシートを使うと、ちょっとした部分になりますので、差し色カスタムが楽しめます。こちらは助手席側です。このように センターも含めて4箇所で1台分のセットです。こちらのドアパネルロゴシートもレッドシートで貼り込みしてみました。レッドシートを貼るとこういった状態になります。もちろん、このようにフリードの文字もカットした状態になっています。さあ、続いてはロゴ入り、そしてライン入りシートを紹介します。まずロゴ入りシートになりますが、こちらドアパネル傷防止シート、ロゴ入りになります。 はい、こちらにロゴが入っています。このロゴカラーは、このホワイト以外に、レッド、そしてブルー、この3色から選択ができます。そしてもう一つが、ドアステップ傷防止シート、ロゴ入りタイプです。こちらもホワイトロゴを入れてあります。こちらはですね、先ほどまで紹介していたグロスブラックカーボンシートに、このホワイトのロゴをプリントした状態になっています。ですから、白いステッカー状のものを、 個別に貼るものではなくて、すでにこのシートにプリントされていますので、シートの厚みの段差がないのが特徴となります。そして、ロゴをプリントした後に表面の処理をしていますので、すべてこのロゴが消えたりといったことはありません。それからもう一つがライン入りシートです。パワーウィンドウスイッチパネルシート、ライン入りがこちらになりますが、光が当たるとこのように 朱色っぽくなってしまいますが実際は鮮やかなレッドになっています。こちらもですね、グロスブラックカーボンシートに赤いラインをプリントしたものになります。先ほど紹介していたこういったレッドシートと違いますので、グロスブラックカーボンシートに組み合わせたラインとなっています。こちらもラインをプリントした後に表面の処理をしていますので、すれて消えてしまったりすることはありません。パワーウィンドウスイッチパネルはセットになりますので、 運転席側と助手席側とライン入りもこのようにセットとなります。そしてこのライン入りシートもラインカラーが選択できます。こちらの今ご覧になっていただいているレッドの他にブルーそしてホワイトのラインナップがあります。続いてはエンブレムインナーシートライン入りです。グロスブラックカーボンシートに赤いラインがプリントされた状態になっています。このように縁取る状態でラインを入れています。こちらラインカラーの見本があります。 グロスブラックカーボンシートにホワイトラインがこちらです。同じくグロスブラックカーボンシートにブルーラインがこちらです。はい、このようにラインカラーは3色から選択ができます。 はい、今回の動画、新型フリード専用のカット済みシート、今回は内装の商品を紹介しました。いかがだったでしょうか動画内でも紹介した通り、今回は選べるシートバリエーション8種類の中からグロスブラックカーボンシートで紹介させていただきました。このようにですね、ご自分のカスタムしたい場所にお好みのシートバリエーションでカスタムできる商品となっておりますので、ぜひシートバリエーションを組み合わせるなどをして、 内装のカスタムをお楽しみいただければと思います、はい。今回紹介しましたこちらの商品は当店のホームページ、オンラインストアで購入できます。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひ商品ページもチェックしてください。通信販売でご購入いただきまして、手軽に DIY で貼り込みができる商品となっておりますが、もちろん当店での作業も受けたまわっております。その場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択で 店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますとこちらからコーチを含めた合計金額をメールでご案内させていただいております、はい。当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますのでご来店の際の参考にしてください。今後もこういった車種別専用のオリジナル商品や新商品、さらにこの新型フリード専用の商品も随時 発売しましたらばこのアクアチャンネルで紹介しますのでぜひチャンネル登録をして動画を楽しみにチェックしていただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。